はじめまして、どうぞよろしく。東京ヒラメックスでは、2年前の2021年に、監督のエアンチンの物語集という作品を上演したんですけれども、これは、映画撮影にまつわるドラマ作品でした。今回はですね、一転して、一種のフィルムノワールというか、あるいはクライムドラマになっているんですけれども、こうしたジャンル映画を手掛けることになったきっかけや経緯について少しお話ししていただいてもよろしいでしょうか。首先宇安镇跟河边的错误确实很不同，我希望在自己的工作当中不局限在一种类型里面，在题材上也能有更多的选择。这是我第一次改编一个小说。そうですね、まずその自分の映画の作り方としてはですね、永安鎮の物語集とはですね、全く違うものっていうものをですね、やってみたかったわけなんですね。つまりですね、やはり一つのジャンルに絞らないで様々なものにチャレンジしたいということでした。今回のこの作品はですね、初めて小説を原作としたものを、脚色して撮った作品です。对于我来说，如果说，拍一个电影像做一个实物的话，可能宇安镇更像是一个，更即兴的关东煮这样的食物。那可能河边的错误就像是做一道料理一样，所以对我来说，只要是做好吃的就可以。そうですね、まずこれをですね、この前のですね、作品と今回の作品を食べ物に例えて言うならば、前の永安鎮の物語集はですね、おでんのような感じですね。で、今回はちょっと別の料理っていうような感じです。まずちょっと撮影に関する質問なんですけれども、この作品は順撮りだと伺っています。順撮りによって得られた効果やエピソードがあれば教えてください。顺拍的效果就是导演、演员、主创可以根据我们工作的日期慢慢对角色、对故事有这样的进入的过程。そうですね、やはり順撮りということはですね、監督にとっても役者さんにとってもスタッフにとってもじっくりとその物語を進めていく中で、自分も次第に入っていけることができる、そういう効果がありますよね。因为如果不是顺拍，我们没法做到今天加入一个细节，那么明天这个细节在这个基础之上发展变化，所以顺拍它让整个拍电影的过程更像是一个植物的生长过程一样。そうですね、順撮りをしていくことによってですね、そのディティールを積み上げていく中で、その変化に合わせてですね、またこちらも撮り方も変えていくということができますので、おそらくその順撮りの効果っていうのは植物が育っていくような感じで同じように撮っていけるんだと思いました。よろしいでしょうか。同じく撮影に関する質問なんですけれども、この先は16ミリフィルムで撮影されていると思うんですが、その理由を教えていただけないでしょうか。首先我觉得我们拍一个九十年代的电影，它的写实很重要，我需要直接把观众带进到那个年代，但这不是通过字幕，不是说要求观众进来，而是在他们看到这个电影，看到这样的质感，直接主動的進入到這樣的氛圍當中。そうですね、この作品はですね、1990年代をバックグラウンドにしておりますので、その時代のリアルな感じを出すために16ミリで撮るようになりました、しました。観客にどういうふうにその1990年代の世界に入っていってもらうかっていうことはですね、ただ字幕でですね、90年代っていうように表記するのではなくてですね、それがなくてもですね、だんだんとこの90年代に入っていって、その時代の雰囲気を味わっていただけるというような感じにしたかったんです。はい、よろしいでしょうか。はい、
キャスティングについての質問もかなり来ていてですね、特にあの主役の刑事役のジュー・イーロンさん、はい、を起用した経緯について教えてください。选演员，马哲这个角色其实很难演，因为一方面他有很多的近些年有很多中国的警探形象在前面，要对这个警探形象有所突破，这是第一。第二呢，我觉得这个人物他有很多表面之外的这种细腻的表演的需求，所以我觉得一龙非常适合，他很好的完成了这个工作，而且是在我们充分的准备下完成的这个工作。我们提前两个月的时间就已经进到这个剧组，然后他会穿着这个角色的衣服在街上走，然后去做警察之间的访问，然后做非常多的调查。そうですね、まあ、キャスティングについてですけれども、このマージャー役というのは非常に難しい役どころなんですね。まず一つはですね、最近その中国ではですね、刑事ものが非常に多くなっています。ですので、なんとかですね、その他の刑事ものと同じようなものを避けたかった、そこがまず一つあります。そしてこのマージャーの役をやるときにですね、ただ表面的な雰囲気で出すんではなくてですね、内面でもってですね、このマージャーをしっかり演じてもらいたいというふうに思ってました。ジュイローさんはですね、本当にその点素晴らしい演技をしてもらったと思います。そしてまた準備に関してもですね、十分に取り組んでいただきました。2ヶ月前に、まあ、我々 の, そのチームにやってきてですね、その、まあ、映画の中の服を着てですね、その街を歩いて、もちろんその警察にも行って、いろいろとその研究をしてくれました。ベートーベンの月光や花など日本でもよく知られた曲が使われていましたが、こういった音楽を選んだ意図についてお聞かせください。我觉得音乐在电影中的表现应该是能够独自发挥自己的魅力，而不是屈从于电影。那月光这个音乐，他自己本来的那个惯有的印象啊，给我的是圣洁的，但是在这个电影当中，他出现了新的恐怖的感受，但也很优雅，所以我希望他们就像织一个网的两个坐标，电影是一个方向，音乐是一个方向，能够保有独立的同时，然后织出新的感觉。そうですね、あの音楽を選ぶとき、その映画の中で使うときはですね、非常にあの、まあ、音楽がその曲そのものがですね、独自で、しっかりとその成立するっていうこと、そういうものを選ぶのがあの曲に、重要だというふうに思いました。ベートーベンの月光はですね、私にとっては非常にあの、聖なる曲、というふうに私はあの捉えておりましたけれども、それをその映画の中で、生かすことによってですね、より優雅な雰囲気に、まあ、ちょっと不気味な感じもそこに加えてですね、優雅な雰囲気で、使うことができました。ですので映画と音楽っていうのは、そのそれぞれ独自のその、芸術性を持ってですね、成立するものだというふうに思います。ありがとうございます。とですね、あの小説の映画化っていうことに関していくつか質問が来ていて、これちょっと本当かどうかわかんないですけど、あのこの原作小説はこれまで何人もの映画監督が映像化に挑戦したものの実現しなかったと聞いていますと。このそんな逸話を持つ難しい作品を、世界中で評価される素晴らしい作品に仕上げることができたし、理由について教えてくださいと。对我来说，小说并不是需要翻译成电影。我
我觉得它更好的是给一个基因，给一种启发，当然在提供了一些故事，我们在这个基础之上能有多大的想象。这个小说在我第一次看来的时候，虽然有很多地方我觉得我没太看懂，但我很有感受，我对它很有想象力，所以我觉得是这些东西，这些感受促使我想把它拍成电影，而不是对一个小说理解的多么的透彻才能让我去有这个改变的想法。そうですね、私にとってはですね、私は、まあ、小説を映画化するときっていうのはこういうふうに考えています。それは小説をですね、翻訳するものではない、翻訳して映画にするものではないというふうに考えています。むしろですね、小説から何か、まあ、インスパイアされてですね、何か別のものに作り上げるっていうこと、それが非常に重要なのではないかと思います。私は実はですね、この作品を読んでやはり初めは非常に難解だと思いました。よく分かってなかったと思いますね、初めて読んだ時は。しかしその分からなさということをですね、中にその想像力を加えて、それでもって膨らませていってですね、映画にするっていうことに力点を置きました。ですので完全に理解したいというそういうものではなかったわけです。ありがとうございます。あとこれあと私もちょっと聞いてみたかったんですけれども、映画館を警察のオフィスにしようと思ったアイディアはどこから来たのでしょうか。一方面这是写实的，因为当时九几年中国电影院有一段时间确实经营不太好，所以就改成别的娱乐场所。当时余华老师跟我讲，他印象中他老家的那个电影院就被改成游乐场了。そうですね。はい。まず一つの理由はですね、当時というのはですね、現実、当時のその現実だったわけなんですよね。映画館がなかなかその経営的に成り立たなくなってきて、娯楽場に変えていくっていうようなことがままありました。で、原作者の余華さんの話でもですね、余華さんの故郷の映画館がですね、娯楽場になったというふうにおっしゃってました。另外、我觉得把马哲这个刑警队放到电影院里面，他提供了各种观看的新的关系。先是警员在舞台上办案，马哲在他的办公室在二楼的放映间里去看，后是马哲也走到舞台之中，走到电影院之外呢，我觉得马哲在整个电影后半部分的时候也像是在完成一个剧本，他像一个演员，他们所谓的探案的东西像是一个正在发生的戏剧。然后我们今天坐在电影院里面看马哲他们在他们的电影院里办公，又提供了一个新的视点，所以这些视点本身，很吸引我，我觉得让这个故事变得更有趣。そうですね。マーチャーはですね、映画館の中でですね、捜査本部としてですね、そこを使って、事務などをするわけですね。そしてその客席にも座ってですね、上司とですね、話をしている、そういうことの設計っていうのは非常に面白いというふうに思いました。脚本上から言ってもですね、マージャーはまるでですね、その映画館の作品に登場する、俳優のような感じがすると、そういうふうに持っていきたかったわけなんですね。その映画館の中ので上映される俳優、映画の中の俳優のような感じですよね。そしてそういうことによってですね、新しい視点というものを作り出したかったわけですね。ですからこれはですね、私にとって映画館をその捜査本部にするっていうことはですね、非常に面白いアイデアだなっていうふうに思いました。これでこの Q&A セッションは終わりにさせていただきたいと思います。もう一度、ありがとうございます。